閉店の霹靂でですね、お話を伺った瞬間に頭が真っ白に、やはり若さと外気、それは2つ目はですね、さまざまな現場を経験しています。非常に現場をですね、よく知っていると。それから彼の場合3つ目はですね、ビジネスの心をよく理解している。それは何を言っているかというとですね、やはり、取引の規模の大小に関係なく、また取引先の、大きさに関係なくですね、大変お客様を大事にする。そういう意味ではですね、お客様を含めて社内からもですね、人望も厚いと。4つ目は、大変温かい心の持ち主、なおかつ、強い決断力があるといったようなことは言えると思います。ただ一つ今ご質問があったように、若さといったような点につきましてはですね、私も58歳でですね、社長に就任したんですけども、今現在はですね、64歳、6年経ちますとですね、かなりですね、老化さとかいろんなテクニックでかわすところはあるんですけども、体力気力がですね、その点はかなりきつくなっているなというふうに思っています。したがって彼を選んだ理由の中で、6年後の年齢、6年後の体力気力を今と同じように維持できる人を選びたいといったような視点からですね、安永新社長にですね、社長就任をお願いした次第であります。アメリカ企業でありますマラソンとマクダーモットと私どもで、まさにフィーズビリティスタディを始めた段階、それからもう一回は、それから十数年経って2002年3年、FID を行う段階で、もう一度担当しました。その時は三井物産以外のパートナーは全部入れ替わっておりまして、シェル、三菱商事を相手に、私ども最終的に決断できるのかどうかという判断をしたわけです。その頃の油の値段は今でも記憶にありますけども、12ドルを超えたレベルでありました。ほどほど採用にですね、ボラティリティのある世界の中で、かつ資源が掘れば枯渇していきますので、生産に合わせて新しい資源の開発は行っていかなきゃいけない。私の仕事のバックグラウンドは、もともとエネルギープラントの輸出をやってまいりました。この世界はですね、本当に修羅場経験が豊富でございまして、ロシアや中近東の国営石油会社あるいはガス公社とですね、缶詰で徹夜の交渉を行うとか、そういったことを何度も経験して、30代の頃からプロジェクトマネージャーという形でですね、交渉団を仕切る役目をさせていただきました。そういう時には東京に、いわゆる東京の意見を聞くなんていうのはですね、相手には通じません。自分でどれだけ覚悟を持って交渉を仕切るか、当然ながらそのためにはいろんな準備をしなきゃいけませんし、東京側での判断の前提になる、意思決定のための資料を作りながら、そういうことをやってみなきゃいけない。私は物産パーソンとして、成長してきたというふうに、自認しております。こういったことをですね、今後私が会社からいただいたギフトだと思っておりますので、これを次の世代にさらに、バトンを渡していく、これは若い世代を育てるということとともに、今我々が挑戦している新しいビジネス、新しい事業、こういったものをさらに成長させて、次の世代につなげていく、こういったことを私は過去の物産で、のキャリアの中で学んできた次第です。それから先ほど飯島社長が説明、していただいたように、お客さんに対して誠実かつ真摯に対応するということを自分のモットーにしております。これは隠し立てをしないで、きちんと話し合えば世界中のどこに行っても会話通じると、世界中の産油国はカバーした自負がございます。こういったところでですね、仕事をするためにはやはり相手国の歴史、文化、それから言葉というものをしっかり片言でもいいから学んで、相手に対していかに
リスペクトを持って接するか、こういうことが大事だと思っております。こういったことも含めてですね、飯島社長が常日頃社内で強く言っておられる個の個を鍛えるということを私も引き続いてやっていきたいと思いますし、それを通じて新しい事業創造挑戦は継続していけるというふうに思っています。強み弱みが違いますので、当然ながらそれぞれの領域において最善の最適な攻め方をしていかなきゃいけない、こういったところは先ほども繰り返しになりますけれども、事業計画の中で各領域の責任者としっかり話をしていきたいというふうに考えております。三井さんの強み弱みでございますけれども、私自身が経営企画部長の任にありましたので、一つ責任の一端はあると思うんですけども、いろんな投資を行うときにですね、一律ではないんですけども、投資基準というものを厳格にして、きちんとした質の高い案件を選別的にやろうということを、ここ数年来、減損を防ぐという意味でやっております。その結果としてやはり起こるのがですね、いい案件は強いところに強い領域で持ち込まれる。相対的にやはり今弱いところにはなかなか新しいビジネス機会が出てこないということが起こってですね。そうすると強いところはどんどん強くなる。弱いところはなかなかこう機会が生まれない。ということが起こっているというのが今の私どもの強みであり弱みであると思います。これをどういうふうにその今の既存の縦の事業領域、要するに組織ではなくてですね、攻めすぎという形で、会社を横断的に、その領域ごとに違う組み合わせで攻めた時にどういったシナジーが起こるか、そういった総合力を発揮するというのがまさに今の新中継の狙いでありまして、これをまさにやっていくことができるかどうか、その潜在的な能力は私はこの会社にあると思ってますので、それを最大限引き出すのが新社長としての私の役目というふうに認識しています。自分自身の強み弱みはですね、なかなか申し上げにくいんですけども、やはり強みはそのお客さんの前に出て核兵戦を自分で挑む、1対1でですね、きちんとした交渉をするということを、自分で今までずっと心がけてきましたけども、そうするとややもするとですね、今ですと本部長に任せておけばいいということが起こりがちなので、心を鬼にして部下に任せっきり状態を作ろうとはしています。ただ任せきりっていうのはダメで、当然ながらその案件の進捗に応じてですね、必要なアドバイスをする、介入をする、場合によっては私が出ていくというようなことをしなければいけないんですけども、その辺のちょっとバランスがまだ自分が先導隊長だと思ってますので、先に出ていってしまうという部分、これを社長が全て今後やるわけにはいかなくなるわけで、それをどういうふうに他の役員の方あるいは営業本部長と役割分担していくか、これは今後まさに、深いコミュニケーションを取らせていただきながら経営の体制について話を進めていきたいというふうに考えています。